ょっと食べ過ぎちゃったかも。シロちゃん、ローストビーフとビーフシチューばかり食べてたね。野菜もちゃんと食べた方がいいと思うよ。いらない。野菜おいしくないし。ん？新作発表会？まずは超最強に可愛いニット帽、みんな注目。わ、モデルさんが階段から降りてきた。かっこいい。トウコちゃんが行ってたイベントってファッションショーだったんだね。みんな盛り上がってる盛り上がってる。シロちゃん、私たちも近くに行ってみよう。私はやめとく。お腹も苦しいし、ちょっと疲れちゃった。そっか。じゃあちょっと行ってくるね。また後で。行ってらっしゃい。ここまで特に失敗もしてない。美味しい料理も食べられたし、会場の空気にも慣れてきた。これもつくしちゃんのおかげだな。つくしちゃんがいろいろと教えてくれたから。次は私一押しのバッグ。シンプルなデザインだからどんなコーデにもめっちゃ合わせやすいよ。あのバッグ、つくしちゃんが好きそう。お店にあったら悩んじゃうやつだ。そういえばつくしちゃん今頃何してるんだろう。メッセージ送ってみようかな。つくしちゃん、どう？妹さんたち大丈夫？と。あ、来た。心配してくれてありがとう。すっかり熱も下がったよ。というか元気すぎて。おお、大変。上の子なんかずっとお家の中を走り回ってて。マシロちゃんはどう？パーティー楽しめてる？困ったことがあったら連絡してくれていいからね。つくしちゃん、妹さんたちのお世話で大変なはずなのに、私のことまで心配してくれて。私もらってばかりでいいのかな。は、いたいた。おい、シロ。トウコちゃん、マナミちゃんにルイさんも。あ、もうファッションショー終わったんだ。どうした？スマホ見てぼーっとしてたけど。ううん、なんでもないよ。お疲れ様、トウコちゃん。ずっとあちこち駆け回ってたね。それな、司会とかイベントの用意とかもう大忙しだよ。でもめっちゃ楽しい。そうだ、みんなに伝えることがあったんだった。そろそろパーティーも終わりだからさ、ちゃんとキャンドルグラスを持って帰るように。もちろん、素敵なキャンドルグラスだもん。絶対忘れずに持って帰るよ。キャンドルグラス、あ、そうだ。ん？倉田さんどうしたの？そのみんなに相談したいことがあって。はあ、やっと寝てくれた。風邪が治った途端大暴れなんだから。でも元気になってくれてよかった。ってもうこんな時間？そろそろ洗い物。そういえば、マシロちゃんたち何してるんだろう。今頃お家に帰ってる最中かな。はぁ、私もクリスマスパーティー参加したかったな。お客さん？誰だろう。はーい、今行きまーす。ふうすけ、メリークリスマス。わ、びっくりした。
え、なんで？なんでみんなここにいるの？それはね、ほら、シロちゃん。うん。その、これ。このラッピング、もしかして、キャンドルグラス？つくしちゃん、パーティーの準備の時に、目をキラキラさせてたから、渡したくて。そのために、わざわざうちに。感謝しろよ。あたしがとびっきりのグラスを選んであげたかな。放送されていたのだから、中身はわからないはずだけど。もう、トウコちゃんはいい加減なんだから。でも、ありがとう。大切にするね。けど、私がキャンドルグラスを欲しかったのは。そういえば、ツーちゃん、妹ちゃんたち、風邪治ったんだよね。うん。熱も下がって、さっきようやく寝ついてくれたんだ。なるほど。それ、なんだ。今からフースケンチでクリスマスパーティーしよう。え？そのキャンドルグラスは、友達とクリスマスを楽しんだ証だから。ちょっと遅くなっちゃったけど、よかったら、つくしちゃんとクリスマスを過ごしたいなって。お菓子もたくさん買ってきたよ。あなたたち、クリスマスパーティーをするにしても、妹さんたちが寝ているのだから、騒がないように気をつけなさい。はーい。みんなありがとう。うん、しよう。入って入って。